健康法の実際あなたは自分の体質をどのようにお考えですかと聞かれても私はアレルギーなのでとか低血圧で朝起きが辛くてなどのように普通は部分的な表現にとどまってしまいますしかしこの健康法でいう体質というものは個々の体の質が及ぼす全体の証の現れ方から判断される 病態の質を指します。それは人どこ性中どど性影どこ性というふうに体内毒素の滞りからくる体の質の違いと理解していただければ良いと思います。病名が同じでも病体質が同じであるとは限りません。それぞれの体質に応じた方法を行わなければ効果が出にくいばかりかむしろ逆効果の場合も考えられます。 現在の自分の体質がどのように傾いているかをよく判断してそれぞれの健康法を実践してください。人度構成体質に対する温熱法、美和温熱法、美和温熱法のセットマットレスまたは分厚い布団を用意します。できれば顔の部分が穴の開いた柔らかいベッドが理想です。マットレスの上に 肩から下の位置に来るよう、電熱ヒーターマットを置きます。ヒーターマットは、柔らかめのものを選んでください。温度は、下マットが60度、上マットが70度に設定できるものがいい。マットレス全体を覆うほどの幅の広いビニールをかぶせます。第1図、温熱着衣、面の薄手のものに着替えてください。洗面器で、 ビワのハエキスを50から 60cc ぬるま湯1リットルに混ぜますマットレスの上でさらしで頭部と顔を覗く全身に先ほど薄めたびわのハエキスを塗ります残ったさらしを足にのせエキスが余ったら全身にまんべんなくかけます第2図幅の広いビニールを首から下にかけて肌に密着するようにしっかりとかけます そしてその上に胸から下にかけて温熱ヒーターマットを乗せます。足は温熱小ヒーターマットを乗せます。第3図温度が逃げないように上から毛布をかけます。首はバスタオルで覆い外気に触れないようにします。以上で美和温熱法のセットが出来上がるわけです。